7つのカテゴリーについてご報告いたします。人材育成、学部教育、同窓会活動、森里未練館学教育の海外展開、ネットワークの構築・普及、そして教育プログラムの効果の検証でございます。人材育成としましては、これまで298名旧研究家に及びますが、その学生さんを大学院で受け入れいたしました。修了生は141名おりまして、7研究家に及んでおります。で、修了生の状況としましては、現在修了が87名で、さらに進学した方が30名、そして、そして就職が57名となっています。で、就職先としましては、中央省庁に11名、うち海外が5名、地方自治体が4名、国内の大学が7名、日本企業が32名、海外企業が3名というふうに多方面でご活躍でございます。これは事業風景でございます。森里海国際貢献学の事業風景で、異なる研究分野の教員学生との英語による議論を通じて、学際的、森里海連環学的、国際的な視点や考え方を養うということを目的にしてございます。これも事業風景ですけれど、森里海連環の理論と実践、この近江八幡における実習で、これは座学が3回、それから1泊2日滋賀県で、そして成果報告会という形の中で、フィールドを通じて実践的な森里未練館の学びを育むということでございます。インターンシップ、これは国際的な視点を養うために、主として海外のさまざまな、この地図に出ておりますけれど、世界中のさまざまなところにインターンシップとして学生を派遣しております。で、1ヶ月から2ヶ月程度で、これに関して財政的な補助を学生さんに行い、研修をしていただいております。で、これまで31カ国、トータル97名の学生さんがこのインターンシップ補助を受けて実施しております。また、国際学会での発表というのも推奨しておりまして、その旅費を補助しております。これまで43件37名の学生さんが国際学会の補助を受けて派遣され、そして発表をしております。で、発表の優秀賞などは4名が受賞しております。また、この大学で英語スキルアップ講座というのをやってまして、こうした海外で学生さんが皆さん活動するためにスキルアップ講座を実施しております。で、これまで173名が実施しておるところでございます。それから学部教育、このユニットは大学院教育でございますので、学部教育というのは特にはなかったんですけれど、全学共通科目が、改定になるにあたりまして、大学側でこの森里連関関係の学部を学部教育のグループとしてもお認めいただきまして、ここにある6つの講義および実習が開講され、これは一つの非常に大きな大学に対する成果であると考えております。それから、同窓会活動、すでにかなりの方が卒業されておりますけれど、この同窓会活動として、141名の会員の方がおられます。で、修了イベントとしてのスタディツアーに参加していただいたり、それからニュースレターで活動記録をご報告していただいております。それから、海外展開としましては、フランスブレスト大学との教育研究連携、ベトナムフエ大学、ダナン大学、ダナン科学技術協会など、ベトナムでの拠点教育生と研究交流を実施しております。で、教育プログラムが終了した留学生との連携では31カ国ですねの方が留学生として履修し、その連携を行っています。また、ここに出ておりますような国際シンポジウム、国際セミナーの開催を行っているというところでございます。それから森聡美連関学ネットワークの構築として、先も述べましたようにインターンシップ研修期間は31カ国76期間に及びます。またこれまでのシンポジウムなどのイベントでトータルとして2303名が参加しております。国際シンポジウムの参加者は19カ国188名、2013年ですね。それから、森聡美シンポジウム参加者メーリングリスト登録者数は215名。また学術協力提携としての田野や、国連大学、OUIK などと行っております。また、連関学ネットワークの構築としまして、森聡美シンポジウムとして、平成25年より、人と自然の絆森聡美連関学のいざない、それから人と自然のつながりを育てる地域の力、琵琶湖の環境と生物、地域連携セミナーとしての淡路島の森聡美連関学の知恵、それから日本森聡美連関学の中で食を学び伝える、森聡美連関学のための地域資源を活用した自民自立型地域づくりなどをシンポジウムあるいは連携セミナーといった形で行ってまいりました。また、さまざまな出版物を出版しております。英語の教科書として Connectivity with Hills, Humans and Oceans、 それから年1回森聡美連関学教育ユニット活動記録、それからインターンシップ国際学会発表成果報告集、そしてまた森聡美ニュースレターの発行年2回などの出版を行っております。そして本日ですね、教育プログラム効果の検証として、現役の学生の方々、それから卒業生の方々にもお集まりいただいて、ワークショップ、それからプログラム、このシンポジウムを開催させていただいております。ということで、さまざまな形での多角的なこのユニットの活動についてご報告いたしました。